こんばんは、ファーストサマーウイカです。須田まさきさんお疲れ様でした。先週はゲストに、元たこ焼きレインボーのほりクルミちゃんが来てくれました。ありがとうございました。いやー、びっくりしましたよ。私、正直ね、クルミちゃんのことは、こう、あんまり知らなかった。うん。もう、たこ虹の、一番こう、なんか元気というか、お姉ちゃんで、まあ、ちょっとお、お笑いも、 通じるし、ちゃんとこのラジオも聞いてくれてるっていう感じのなんか、ぼんやりとした輪郭をしか知らない状態で話したから、あそこまで盛り上がると思わなかったっていうか、もうちょっとこう、私がホストホストする感じになるかななんてちょっとね、構えてたんですけど、全くそんな心配いらなかった。NG なしって聞いてたけど、あそこまで自分から言うと思えへんかったし。なんかファンの人もびっくりしてたやん、なんか、後で反応を見てたらさ。 なんか、これはいけるぞみたいな、なんか <laughs>、みんな見たことない一面が見れたんかなというので、ファンの人にもこう、ちょっと喜んでもらえたんだったらよかったなと思いましたけど、二次家族って読むんですか二次家族さんまあ、ファンの総称のことを言うみたいなんですけど、いや <laughs>、今まで隠してたんかなそれとも無理してくれたんかなここで。どっちなんでしょうねうん、あんな、だって22歳って言ってた ?21 歳か。 一、二歳って言ってたでしょあのポテンシャルよ。いや、関西人ね、よう喋るし、ツッコミもするし、ボケもやるけど、この、私だって31やからもう10歳ぐらい違うわけやろあんな、臆せずっていうか、あんなパンパン、一対一で返せなかったよもう私はもちろんやし。まあ、芸歴、ね、長い言うたって、いや、あれはセンスやから、いやすごいなって思いましたよ。 うん。末恐ろしいとは言いませんよ。もう相方やから。<laughs> むしろ、あんなリーサルウェポンというか、<laughs> 若い、なんか兵器のような <laughs> 子が相方になっ、え、もう相方でいいんやんね。あれ、リップサービスかも。いや、そう、違うよね、多分。 逆に言えば、めちゃくちゃ本気にしてる可能性もあるよね。くるみちゃんの感じね。先週のね、あの放送の中でね、私がこう昔からね、憧れてるノ納姉妹さんみたいに、なんかこう、まあ、女性の、まあ、コンビじゃないのよ。ノ納姉妹さんは、 彼の姉妹という、もう唯一無二のかけがえのない、こう、例えようのないお二方なんだけれども、私にはそんな存在はいないので、まあそういうふうに彼の姉妹さん見たくなるためには、なんかこうもう一人、こう、親愛なるというか心から愛せるような、同性の相方みたいなの欲しいなと思ってたところに、もう流星のごとこホ久リクルちゃんが来たから、まあ、不可能姉妹、じゃなくて、 不能姉妹という風に名前を付けまして。<laughs> 不能姉妹っていうのを私が言ったときも、え、なんか、なんか、なんか言うてんな、くるみちゃん。なんか、え、そっちになんか、なんか、不能、立たへんみたいなニュアンスの返ししてんやんか。いや、別に私は普通に <laughs> 不能って言ったんやけど、全部そっち持っていくやん、自らと思って。すごいな、と思って <laughs>。私は拾いきれませんでしたけど、そこで。まあなんか、ちょっとね、あの、姉妹さんへの道も一歩近づき、 まぐるみちゃんはこれからでも将来有望なんでね、これ新しいグループね、作って、またやるっていう話ですから、まあそこでね、NG がかかるかもしれません。もっと掟が厳しくなるかもしれないので。<laughs> うん、まあでも、ね、いろいろ、夢広がりますよ。ああいう、なんか、それこそ下ネタとかさ、言いづらい世の中やったりさ、まあ多様性が、 こう、首を絞める時もあるけど、あんな風に明るくこう、ちゃんと、こう、ラリーできる。いやいやじゃなかったよね。言わせてた。言わせてる感じになってた。違うよね。生き生きとしてたよね。今まで見た中で一番目輝いてたし、くるみちゃんと会った中でも。うん、だから大丈夫やと思う。自発的であればいいわけやし、うん、で一生懸命自分の中で <laughs>、うん、収めましたけれどもね。いや、ちょっとまあ、急遽ね、その、 まあ、娘さんを、まあ、相方として、まあ、預かるというか、組むってことになったので、まあ、お母さんにもね、お電話させていただきましたよ。もう、急なことでしたのでね、こんな、あの、夜の、吹けた、もう朝でしたね、4時ぐらいにお電話させていただきましたけども、なんかお母さんはイカ釣ってた、言うて。さっきまで船乗ってた、って言って。もう、とんでもない親子ですよね。 <laughs> こんな、あ、イカ釣ってたってそう、双子止目に聞くと思えへんからさ。<laughs> いや、娘さんい、ういかと喋って、お母さんイカ釣ってって、なんとイカ臭いラジオ番組やというふうになってましたけどね。いや、今度だから、ロってね、なんて言うんですか 参観授業参観的な感じでね。お母さんも来てもらって、レニちゃんもまた来てもらって、レんちゃんのお母さんも来てもらって。<laughs> お母さんそこで座って聞くみたいなね。紫ラジオがあってもいいんじゃないですかいいと思いますよ。いや、すごい楽しかったです。ほんと、くるみちゃんもありがとうございました。お母さんもありがとうございました。だから、粗品さんのスペシャルウィークに続いて、2週連続でゲストがね、来てくださってたんで、なんかすごい久しぶりの通常会ですよ。 なんて言うんですかね。3P から普通のプレイに戻ったみたいな気持ちになるわけですね。多分。だって私と土手、チンドテガールのみんなで普段いや、一発ね、かましてたわけですよ。1時間半。ね。なんかやっぱ物足りなくなっちゃいます なんか、片方なんか、推点な空いてんな、んなみたいな、もう一人おった気がするみたいな感じになります。大丈夫です。本来はこのプレイが通常なんでね。たまーに 3P になるだけなんで。ちょっと、だから、二人の時間もね、やっぱ、うん、マンネリ化してたところに、刺激の 3P でいいけど、ちょっとたまにはしっぽりね、ゆったり。 ポリネシアンな感じでやりましょうよ。ゆったりやっていきましょうね。ゆっくりゆっくり、スローなのも気持ちいいから。今日はそんなゆったりとした回で、通常プレイでやっていきたいと思います。よっこら、ステックス今夜もよろしくお願いします。ファーストサマーウイカのオールナド日本ゼロ 改めまして、こんばんは、ファーストサマーウイカですえ。皆さん、私が出演している、ペプシ生のウェブ CM 見ていただけましたか ?3 パターンありました。私がごくごくペプシコーラを飲んでいるという CM ですけれども、今ね、SNS で軽く話題になってるのが、ジョイマンさんとね、芸人のジョイマンさんと共演させていただいたのが、結構、なんか、 バずってんのかななんか話題になってるみたいで、キャンペーンをやってるんですけど、ペプシナマさんで、ペプシナマを、ええー、と、まあ、ツイートハッシュタグとかつけてツイートとかしたり、なんかま、ちゃんと条件を満たしてやると、当たり外れっていうのが出て、当たったら、私がおめでとうって言って出てくるんですけど、外れたら、カツラかぶったジョイマンさんがくるって向いたら、 ういかと思ったら、ジョイマンみたいな感じで、外れ、みたいな。出るんですよ。それで、結構ツイート、エゴさしてたら引っかかってて、なんかだんだん、なんかジョイマンさんが嫌になってきた、みたいな。外れてばっかりやから、みたいな。もうあるけど、大抵が、ういかも別に当たりではない、とか。<laughs> むしろジョイマンが当たりに見えてきた、みたいな。 そういうついたもよく見かけるんですけど、いや、当たりです。私が一応、当たり。私が出たら、ペプシナマ、ワンケースもらえるらしいんですよ。これ、7月の3日ぐらいやったかな。あの、7月の頭までやってるんで、ぜひ皆さん1回はね、チャレンジしてみてほしいなと思うんですけど、7月5日までですね、7号でした。7月5日までのキャンペーンをやってるということで。いや、見てない人見てほしいな。ほんまに、私もね、あれ、 白掘りで撮って、あなんか、ペプシナマーって言ってるやつ、私、ズラ被ってるんですよ。自分の髪型、そっくりのズラをね。それは、その一個前の撮影で頭こう作り込んでるから、変える時間がなくて、自分の髪、そっくりなズラを上から被ってるんですけど、ジョイマンの高木さんも同じズラ被ってるから、そっくりのやつ。後ろ姿ほぼ同じ状態で出るから、ほんまに一瞬どっちが出るかわからんようになってるんでね。 ぜひそちらも面白いんで見ていただけたらと思います。そして、ペプシー生をぜひたくさん。いや、マジでうまいです。私も毎日飲んでるけど。これ、これ知ってもうたらちょっともう戻られへんみたいなとこありますよ。うん。やっぱ、なおもちゃ使ったらもう戻られへんみたいなとこ言うじゃないですか。<laughs> もうちょっと <laughs>、え、そうわからへんか。そういうのはあるんやって。私も知らんけど。<laughs> <laughs> 私は知らんけどな <laughs>。はい、まあそれは置いといて、ぜひ皆さん飛んでください <laughs>。えー、今夜のメールテーマは、ジョイマンさんのネタにちなんで、なんだこいつです。ね。あの、高木さんじゃない方って覚えてますか池谷さんですね。池谷さんが、なんだこいつって、ネタの頭の方で言うと思うんですけど、そんな感じですね。ちなんで、なんだこいつ的な人。 ぜひ教えてください。あなたの周りの変わった人の話を募集したいと思います。 いろんな変わったっていう方向性あると思うので、いろいろこわ細かく書いてください。受付メールアドレスは fsu.allnight.com。fsu.allnight.com。Com, f com, 懸命にテーマと書いて送ってください。もちろん番組を聞いての感想もたくさんお待ちしております。この番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生 配信です全て出し切った後の賢者タイム賢者モードで皆さんからのお悩みにだらーっと塗るっとお答えしていきたいと思いますみくちゃんのアプリをダウンロードしてオールナイトニ日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られますちょっと髪の色を変えました <laughs> 役作りで変えなきゃいけなかったんですよ。役作りで。役作りっていうかもういやもう本当に役でね、変えなきゃいけなくてって。なんかそれ昔ずっと言いたかったっていうのあります。小さい頃。役で髪型を変えるとか、役でちょっと太らなきゃいけない、痩せなきゃいけない、絞んなきゃいけないみたいな、ずーっと言いたいなって子供の頃から思ってました。言えてる今幸せです。ちょっとコーラー ぽい色ですよね。<laughs> ペプシコーラブラックって感じになってますので、ぜひミクシャね、確認してください。えー、では、ここで私の曲を一曲お送りしたいと思います。ファーストサマーウイカで、カでハランバンジョーゴーマイウェイ。この時間は、ファーストサマーウイカのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介します。ラジオネーム、エンジョイマルさん。 先週の放送を聞くまで、堀さんのことを全く知らなかった無知なオタクです。ウイカさんに負けない関西弁セクシートークの応酬に一気にファンになりました。不能姉妹のファーストシングルのジャケットは、ぜひイカ漁船の上で撮ってほしいです。楽しみにしてます。<laughs> いいね。<laughs> 演歌のジャケットみたいなやつでしょ <laughs> いいね。お母さんもちょっとちょこっと映っててさ。いでも、イカの漁船ってさ、夜中やろ。真っ暗やで、ね。 なんかあのえイカってさ光るよねなんかイカ漁船ってさなんかライトめっちゃいっぱいつけてるからさ体にさ電子部分わーつけたらどうよよさそうやな,なんか体でイカをおびき寄せるみたいなあかんなくるみちゃんにやらされへんなそれはあかんなしか思い浮かべへんからなそう,もう女子メンタルの時もそうよネタがもう全部使えないネタばっかりやったからあかんねん基本私色のおみそは。 えー、ラジオネーム藤原本スマブラ参戦さん不能姉妹のファンの愛称ですがナイイスボッキングガイはいかかがでしょうか <laughs> <laughs> 別にあの叶姉妹さんのファンの総称はねじゃないよねあのなんて言うんですか連れている見目麗しい男性の方たちがグッドルーキングガイって呼ばれてますけど <laughs> ナイスボッキングガイ。 いや、不能姉妹やのに <laughs> ナイスボッキングいいね、なんか、反してて。いやいや、そこじゃないのよ。ええー、まあ確かになんか総称とかつけたいところですけどね。ラジオネーム、とてもさん。先週、堀くるみさんがゲストで来てくださった際、話にも出ていたアタック25が終了してしまうそうですね。そうよ。びっくりしたよね。なんかタイムリーで、ちょっとくるみちゃんええー、なーと思ってしまいました。なんか最後にね、出れてね、よかったですけど。 いやあれいど、何年ぐらい続いてたんでしょうね。ちょっとちゃんと調べてなかったですけど。だって、小玉さん、小玉さんが初代ですか、うん、ずっと見てたもんね、うん。クイズ番組といえばっていう感じでしたけど。えー、谷原翔介さんの、なぜ角に当てないが聞けなくなるのが悲しいです。いや、角を取らないや。なぜ角を取らないや。角に当てないは登場のコーナー。<laughs> 別にええやろ、当てんでも。なんで言われなかね。この時当てない。<laughs> いや、ええー、けど、なんか、あれさ、よく描写であるけどさ、机の角って。私そんな見たことないよ。もちろん私もしなかったし。そんな、何、可動な的なこといやー。ええー、そんなちょうどいい机ある学校の机がちょうどよかったかそん、ある、やってましたって、聞いたことないけど言わへんか、普通。 そうか。なんか角、机の角がやんわりと丸みを帯びてるのはみんながそれやってきた、その経年変化じゃないからね、別に。最初からカーブ描いてるやろまあ <laughs>、そうやね、出たかったね。最近なんかタレントさんがたくさん出てたんですもんね。あれなんかテストとかあるんかな試験みたいなのがね、一応。だって点でそんなクイズダメな人は出れないでしょうしね。皆さん結構ね、接戦だったし。えー出たかったな。 やっぱ、アタック25と探偵ナイトスクープっていうのは、やっぱずっと、なぜか、素人時代から出たい番組の一つじゃありませんアタック25はね、素人さんでも出れる。どっちもだから素人さんでも出れるからか。だから出たいと思ってたよね。いや、出たいですよ。探偵ナイトスクープのネタ、貯めてますもん、私。いやー、出たいですけどね。手紙を書く勇気がありません。やっぱ、松本さんになったから、よりい層そ、うーんって言われたらちょっとどうしようかってなりますからね。<laughs> いやー、変わった人ね、なんだこいつ的な話あるかなと思って探してたんですけど、私、6、2016年、4、5年前に、なんかこれ、さっき聞いたら、みんななんか結構知ってる、有名やって言ってたんで、皆さんも知ってるかなと思うんですけど、なんかリコーダーの妖精っていうね、謎のね、 お兄さんかな、おじさんかな、わかんないんですけど、リコーダーを持って、うろうろ歩いてる人がいて、夜更かしとかにね、出たりとか、テレビでもちょいちょい、ネットとかでも話題になってるみたいなんですけど、2016年ぐらいに、リコーダーの妖精と呼ばれる人に、何回か道で会って、で、リコーダー吹いてるんですけど、なんか、勝手に一方的にふわーって、なんか言うてくるんですよ。まあもちろん、 ざっくり言うと不審です。なんか不審、謎の人なんですけど、言うてる内容が尻滅裂なんじゃなくて、占いみたいなのしてくれるんですよ。聞いてないのにやで。何も聞いてないで。聞いてないけど、勝手に私がどういう人間かっていうのを言うてくれるんですよ。で、私、2、3回やってるから、2回目か3回目ぐらいに、わーって見つけて、あ、妖精さんって言って私の性格言ってーって言って、それ、取っていいっていうか、 取って回してたんですよね。それで残ってたんで、私妖精さんに何言われたかって言ったら、すっ、すっごい早口で聞き取る、起こす、起こしすんのめっちゃ大変やってんけど、うん、私の性格言うて、って言ったら、束縛されたくない割にかまちゅうすごい喋る割に興味のないことは流す。みんなからは細いって言われてるけど、下半身痩せたくて、まあ、意外と強がりっていうのを、すごいコンパクトに言われました。<laughs> 全部当たってます。すごい。<laughs> 束縛されたくない割に、かまちょ、かま、かまってほしくて、すごい喋る割に、興味ないことは流す。もうこのラジオでもう如実に出てますよね。<laughs> もう皆さん大いに分かってると思いますけど。みんなからは細いって言われるけど、下半身痩せたくてっていうのは、ちらっとこっち一瞬見ました。ちらっと足元見てました。<laughs> 言ってる時。あの映像で残ってるんで。それはずるいなと思いましたけど。 でもこのスピード、今私が喋ったスピードより速かったから、それがバッサ,サラサラサラって、ほんと濁りなく出てく、よどみなく出るから、まあ見たとて、もう噛んだりしないもんね。ババババババって言うから。で、意外と強がりっていう。それ顔でなんか判断してんのかなって思うけど、意外とっていうワードをちゃんと入れる。強がりとか、じゃなくて意外と強がりとかっていうのがスッと出るのが、やっぱほんまにすごい人なんちゃうかなと。 今でもなんか TikTok とかで入ってるかもしれないですね。見てないけど。なんか、リコーダーの妖精って調べたら出てきますよ。なんかね、チンザドープネスのロン毛バージョンみたいな感じの人。<laughs> チンザ、チンザ、チンさんが髪伸ばしてリコーダー持って、ちょっとぽっちゃりみたいな感じの人ですわ。その人、 まあね、街で会う変わった人っていろいろいるけど、まあラジオで喋れるような人はこの人ぐらいでしたね。他にもいっぱいあるけど、<laughs> ちょっと <laughs> 説明しきれないんで、割愛しましたけど。でも、でもなんだこいつはやっぱでもジョイマンさん見た時思ったよね。ジョイマンさんのネタ、なんなんこれって結構最初センセーショナルやった。ジョイマンの高木さんね、あの、77の方の人いるじゃないですか、メガネの。 結構ツイートがね、ずっと面白くて。なんかこうやっぱ、10年ぐらい、それこそ10年ぐらい前ですかブーって、ね、人気出てらっしゃって。で、その後、今最近またたくさんね、見ますけど、多分一時、こう、ちょっと落ち着いた頃あったと思うんですけど、多分そのぐらいから始めてるんですかね。なんかツイッターとかで、ジョイマンいないな、とか、ジョイマン見ねえな、みたいな、そういう感じの、 ツイートに、わざわざ引用リツイートで、ここにいるよって言ってツイート <laughs> <laughs> してるこの絡み方最高、最高やなと思って見てたんですけど、結構高木さんね、工学歴みたいで、早稲田早稲田行って大学、中退されてるみたいなんですけど、そうい工学歴で、なんか、めっちゃなんかね、ちょいちょいだからブログとかが、 なんかいいブログ、すごい素敵なブログとか書きはるんですけど、でも、どんな、どんなやったかなと思ってさっきツイート見直したら、たまにその、イン踏んでんすよ。7777の後ろにつくような。で、さっき見て一番、わって思ったのは、7777の部分はないんだけど、ノンタン、スプリットタンって書いてて、もうめっちゃ怖いやんと思って。 うわ、怖いことツイートすると思って。ノンタンであの、ほのぼの絵本の代表格のノンタンがスプリットタンっていう発想バリ怖いやんと思って。<laughs> なんだこいつと思ってさ。<laughs> ノンタンスプリットタンってあの笑顔で言うやろ飛びながら。バリ怖 <laughs> で、ちょっとそれで気になってもうていろいろツイート掘って見直してたら、なんか、ジョイキャリアっていう、 多分こう、就活生とか転職とかいろんなその、まあ、ケリアアップとか、仕事に関する、まあ、サイトっていうんかな、そういうのを運営してるジョイケリアさんっていうね、サイトがあって、そこでインタビューを何回か受けられてるんですよ、高木さんが。第何回みたいなシリーズで。で、ちょうどリツイートされてるやつをさっき読んでたら、すっごい良くて、インタビューが。 もちろんね、その頭がね、早稲田も行かれてたし、頭いいっていうのもあるけど、その、パブリックイメージのジョイマンの状態で、このインタビュー読んで、もう危うく泣きそうになったんですよね。なんかもう見出しからさ、仕事をする理由、皆さんは何のために仕事をしていますかみたいな。投げかけから始まって。だからまあ、これから、ね、就活する人っていうよりかは、今もう、 仕事して毎日忙しくしてる人たちに向けての内容だったんですけど、まあだから、まず僕がそのお笑いに進んだ道、道に進んだ理由みたいなのが、なんかまあ社会という奈落にね、突き落とされるくらいやったら、もう自ら、なんとなくこう、柔らかそうに見えたそのお笑い芸人用の崖に、まあ恐る恐るもう飛び降りる、社会という奈落に落ちるぐらいなら、そっちの崖に降りようって自らこう飛び降り、 もうそれがもう柔らかいも何も何沼やった沼やから柔らかいように見えたんだ。ま、だそっからはその沼にはまっていってもう生活の全てをもう自分のためだけに使ってた。お笑いを、まあ、やってるのもまあ受け,て受けたら嬉しいし何より自分が笑顔になりたかったからもう自分のためにお笑いをやってたって。ただそのシ,ョートバブショートネタ がバブルで弾けてだから20 10年ぐらい前でしょうね。わーっていっぱいテレビブワーってってでそのショートネタというもの自体がバブルが弾けてブームが去ってその時にはもう自分のネタをもうやり尽くしたとかもうやりすぎてたしでもう仕事もなくなって2010年ぐらいなくなってだからもう自分のネタに飽きてたみたいなそしたらもうこの自分がやってるこのネタを 自分自身が完全に面白いと思えなくなってたんですって。だから何のためにお笑いやってるか分からへんって。で、いや昔は自分が笑いたくてこの世界に入ったはずやのに、今そのネタが面白いってもう信じられへん。だから何のために今俺はお笑いをやってるんだっていうことに思ってしまったんだって。自分のためだけにお笑いをやる限界みたいなのが。なんか目的を失ったんですよね、お笑いをやる。でそん そっから今またこう仕事がバーって帰ってき、戻ってきて今家族も養えてるっていうふうに。だからそうなったのはその時当時応援してくれてたファンの人とかスタッフの人がまた今また応援してくれてしかももう一回呼んでくれてみたいな流れがあってだからまあこう結局だからジョイマンがジョイマンでいられるのはそういうなんかくちょっとねこう落ち込んだ時期とかがあって で、あのネタがあったから。で、それをやっぱ認めてくれる人たちがまた呼んできてくれるっていう。だからまあ恩返しで、今はお笑いをやろうと思ってる。自分のためにやってたお笑いじゃなくって、恩返しのためにやっていこう。だから自分のためじゃなくて誰かのためにお笑いをやるっていうことで今自分は保っているみたいなことをね、ずっと言ってるんですよ。なんかそういういい話もめちゃめちゃある中でちょいちょいなんか以前よりも、 ありがとう、おりごとが、真心が宿ってきてるとか、<laughs> なんかこう、ネタの時に飛ぶやん。なななって飛ぶ時に、ジャンプの打点が、そのみんなからのパワーによって打点が高くなってると。<laughs> みんなのこう、誰かのためにお笑いをやるっていう気持ちで力が湧いてきてるから、ジャンプが高くなってるんだ。そのジャンプの打点が高くなることによって、インを踏む打点も以前より、 なっっててるだからこう、星に願いが届きやすくなってるみたいな、<laughs> な、謎のなんかそういうワードみたいなのが、逆にグッと来て、なんかすごいジョイマンさんのことをすごい好きになったんですよね。だからこのインタビューを読んで、ペプシナマのキャンペーンを応募してほしいですよ。だから、うわ、ジョイマンまた出てきた、うわ、外れやーっていう気持ちが多分なくなる気がする。本当素晴らしい。<laughs> インタビューやなと思って。で、またそっから調べてったら、これ有名な話しかわからないですけど、娘さんがね、いらっしゃるみたいなんですけど、娘の、娘さんの名前何か知ってます ?7。すごくないめっちゃええ話。で、なんか娘さんの、何やったっけな、体育祭か文化祭かわからへんけど、なんか小学校の催しとかに、なんか来てくださいみたいな。 言われて、ネタやってくださいって言われたときに、いやでも、ナさん、7ちゃんの前でネタやって、ナナ,ナ,ナってやって、滑ったら、一生この子の十字架になるっていう。もうこ、絶対嫌やと思ったけど、まあ言って、なんか、わーってなったからすごい良かったとか、なんか最近は娘さんがちょっと冗談言うようになった。自転車乗ったときに、あ、今おならしたら、ちょっと加速したとかっていうようなことを言ってくれるようになって、嬉しかったとか、なんかそういう、 なんか、ほのぼのとしたものを見つつ、やっぱこう、一回、ちょっとこう、上がって、低く低く子はないけど、こうね、辛い時期を経験した人っていうのは、強いなって思いますよ。い、もう一切曇りなく、ペップシの CM もずっとひたすらやってらっしゃったから、仕事に、いや、なんだこいつっていう、その向こう側には、うん、やっぱ、 男の、男に限らず汗と涙があるんやろうなって思いましたよ。いや、本当に素晴らしい。なんか、ななえ、なになに最初ななにしようとしてた娘さんの名前をなな高木ななそれは、さすがに止められたんかなもしかしたら、ななちゃんになったんかな すっかく、そうやったら7、7でええやん。4つでええやん。なんで3つやねん。<laughs> なんで1個減らして。<laughs> そう。まあそう、まあそう、そういう正常な判断も <laughs> できた。いいですよね。なんかそういうことを考えて、ぜひ、なんか頭に浮かべながら。ぜひこのインタビュー読んでほしい。多分みんなこれ聞いてくれてる人、働いてる人多いと思うんですけど。うん、なんか高木さんの見方 変わるっていうか、まあ、むつにうがった見方してないと思うけど、すごい素敵なインタビューなんで、ぜひね、読んでみてほしいなと思います。じゃあ曲、いこうかな。あの、それで調べてたら、これも多分激レアさんかなんかで出てはったんですけど、畑元宏さん歌手のね。畑元宏さんと、ジョイマンのお二人、小中の同級生らしくって、で、なんか結構、なんか、 激レアさんの時は、なんか人生助けてくれたみたいなことをお話ししてたような気がしますんで、畑さんの曲をお送りしたいと思います。なんかこのさっきの笑いに通ずる話にも、なんか、うん、なんか中に入ってるな、通ずるなと思ってこの曲にしました。ひまわりの約束。日本放送、ポッドキャストステーション。 この時間はファーストサマーウイカーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール紹介しますね。ラジオネーム、お鮭は二十歳になってからさん。僕は数年前にリコーダーの妖精さんに会ったことがあります。ほう。あの時言われた、人の視線ばかり気にして本当の自分を出さずに人に合わせようとして無理しているという言葉がずぼしすぎて、えっ、ー、と、年月経った今でも忘れられません。 人の視線ばかり気にして本当の自分を出さずに、人に合わせようとして無理をしている。これはあのスピードではで、ね、んすごいわ大喜りとかできんのかなリコーダーの妖精さん。あのスピード、本当によどみなくスーって言うのよ。いや、マジですごいね。しかもちゃんと人によってで変えてるからさ、適当に当てずっぽいって、なんか当たった人、おったらラッキーみたいな感じじゃないのよ。 で、なんか私の時は、私の性格はてでとかって言って、で、その時、ビリーアイドルってグループにいたから、メンバーが周りにおったよな、ね。ほんなまメンバーのことも勝手にわあーって言って、聞いてないのに、私しか話しかけてないのに。ほんで、そのなんかちょうどお店の前やって、な中入ってって、お店の店員さんにまで言いに行ってたからさ、いや <laughs> <laughs> いや、関係ない、関係ないって言うてたんやけど、すごいよ。 ほんま。ど、ほんまに見えてんのかな何がどう見えてんねんの顔にさ、書いてあんのかな言葉もいろんな種類の言葉言うねんな。それがすごいねんな。んでなんか街でさ、多分写真撮ってくださいって言われてんねやろな。そのリコーダーの要請でさ、画像検索したらさ、ちゃんとリコーダー持ってさ、ニコって笑顔でさ、<laughs> 普通にグラビア級のいい笑顔で撮ってんねやんか。決めポーズで。ちゃん、ちゃんとなんかブランディングっていうか <laughs>、それできてんねんな、キャラクター付けが。 いや、すごいよな。なんかすごい実は、なんかマーケティングのプロみたいな、なんか、すごい人やったらどうしようかって思うぐらい、ぜひ皆さん調べてみてください。ラジオネーム、エッグボードさん。え、大学生の頃、京都に住んでいた時、一人で薬局に行ったところ、同じ年、同い年ぐらいの男性が、端から、旗からチラチラ自分のことを見てくる姿勢に気づきました。あ、これテーマね。変わった人のことね。買い物を済ませ、店を出ようとしたら、その男性に声をかけられ、 その着てるパーカー、カンパニー松尾さんのテレクラキャノンボールのパーカーですよね感動です握手してくださいと、すごい熱量で握手を求められました。僕はカンパニー松尾さんでもない。ただの AV 好きなのに、そんな相手に握手を求めてくる、変わった人もいるのだと、当時すごく驚きました。<laughs> 京,京都。京都の薬局で、気づいたよね、お客さんと。 カンさんのパーカー着てるわーって。えそれさ、見た目がさ、カンさんに似てるとかじゃなくて、このエッグボードが。じゃないんやね多分ね。着てるパーカーですよねっていうところで感動、だから初めて会ったんでしょうね。人生の中で。同じ趣味の人に。だからこう、仲間会うと嬉しいやん、えー、それ聞いてんの嬉しい私もすごい好きみたいな。そういうテンションだったんでしょうね。ただやっぱ、 握手ちょっと嫌かも。<laughs> なんか、なんか嫌かも。でももちろん洗ってると思うよ。でも、かんまつさんの作品を愛する人っていうのは、やっぱりね、うん、そう、はかどってると思うのよね。のお一人様が、いやー、薬局っていうのもね、何好転かなとかって思ってまうしね、いや、いいんだよ。いいんだよ。別にいいんだ、それは。<laughs> いや、あの、キープ、キープゴーイングじゃないけど、なんかそういうやつやろ。 いいよな。浜ジムのグッズかっこいいねんな。浜ジムっていうのは、か、かさんのところの事務所ね。えー、ラジオネーム、これもテーマですね。変わった人。えー、回答すると。回答すると僕の近所に住んでいる、なんだこいつと思う人は、めちゃくちゃでかい亀を散歩しているおじさんです。学校に行く途中に毎朝見かけるんですが、亀を連れている、 とにかく遅く。<laughs> しかも言うことを聞くわけがないので、進路が逸れるたびに甲羅を動かして方向を戻しています。<laughs> カメって散歩必要でしたっけ謎です。<laughs> かわいすぎるね。<laughs> こうやってずれたら、ぐにゃいしょって戻して。<laughs> でかいカメってどれくらいかな陸メみたいなやつでかいのままでかいよね。多分持ち上げられへんの違うめちゃくちゃ重いよね。うん でかいからこそ家の中では散歩できへんやでしょうね。散歩いるんかないやでもいるんちゃう水槽の亀とか結構バシャバシャ。激しいもんね。かわいい。かわいい。なんかちっちゃい子とかいたら乗せたりとかしたいけどね。それは危ないんやろうな。えー、こちらもテーマです。ラジオネームミックスジュースさん。私のなんだこいつと思った人は自分からホテルに誘ってきてお金まで払ってくれたのにキスするだけキスして 僕の指をしゃぶりながら寝てしまった人です。指を口から抜こうとしましたが、とてつもない吸引力で全く指が抜けませんでした。こちとらやる気満々だったのですが、利き手の右手を封じられ、一人でしこることもできず、悶々とギンギンとしたままその夜を終えてしまいました。これ、だ、多分男性だと思うんですけど、これ、もちろんいろんなね、 いろんなあれがあると思うんで、女性男性わからないですけれども、これ私最初今読みながら、あ、手の指やったんやと。足の指やと勝手に想像して、足の指をすごいバキュームで吸ってるやと思ったあ、手やったんかと途中で、ちょっと安心した。足やったらどうしようと思って。足から攻めようと思ってた、その道半ばで寝たっていう。<laughs> その、<laughs> 指はさ、 なんかそういう癖の人ちゃうなんか指しゃぶりがさ、治れへん人とかおるやろこう自分の指もついでちょっとこうガジガジしちゃう人とか。なんかすごい安心したんやと思うよ。ミックスジュースのことが。心許してしまったんやと思う。指はしゃぶらんて。あしゃぶらんよ。 まだ足の方がしゃぶるよ。多分ん、それも分か,れ分からへんけど。あたしはしゃぶんないの誰の話してんのあたしじゃないよ。あたしじゃないけどね。<laughs> あ,あたしじゃないよ。2個目、今日2個目ちゃうねん。今日2個目やちゃうねん。角と指の話ね。いやー、そうか。なんまあ、まあ、いろいろ。あるね、なんだこいつやな。それは違った方面のな。 お金も払ってくれたっていうところがちょっとだけ気になってるよ。ホテルのお金やんな一応。そこ、ポイントだ。ちゃんとしや。そこな。しっかりしや。はい。<laughs> じゃあ、このコーナーに参りましょう。めめウイカネーム。いろんな芸能人、有名人に、ファーストサマーウイカーみたいな名前を付けさせていただこうというコーナーです。早速紹介していきましょう。ラジオネーム、チワワの空振りさん。浜口京子さんにめメ,メ。 メニーツイート気合だ。気合だの文字数いっぱいに書いたツイートを3日に1回くらいの頻度でするから。<laughs> <laughs> 気合だ、気合だ、気合だは140字以内なったら何回言えるんでしょうね。もうあれでしょ気、あーまで入れたらそれがブワーって出るように辞書登録してやると思うな。いや 浜口さんのことやから絶対してないな。毎回、気合だって。次予測変換に出てく、来るから、それをエンター押すだけでいいのに、毎回、気合だ、変換、気合だ、変換ってやってると思うな。や、やっててほしいな。メモ帳にさ、もう140字ギチギチの気合だを何個も下書きで置いてやったらどうしようかなとか、考えちゃうな。<laughs> いや、浜口さんすごいって。もう何回も。何回も言うけど、すごい。 どこ最近さ、行くとこ行くとこでさ、女子メンタル見ましたって言っていただくのね。でもやっぱこう、いや、面白かったですよねって二言目に、浜口さんすごかったですねってやっぱ声揃うよね。すごいよ。本当に。ツイッターやってはんねや。ちょ、私、ちょっと後でフォローしよう。ちょっと大事な人生において、とても充実、充実した、なんか濃厚な笑いを逃してる気がするな。フォローしよう。 ラジオネーム、大入袋さん。酒井正人さんに命名。アルコールヘッドバッド。酒井さんは酒で酔っ払った勢いで、宮崎葵さんに頭突きを帯びましたから。<laughs> これ、ほんまかほんまなんやろうね。ここで読まれてるってことは裏取ったんやもんね、きっとね。 こうあれじゃないのこう眠くてこう船こいでるみたいな時にガーンとかなんかのネタの流れ話の流れとかじゃないのそんな <laughs> そんな突然 <laughs> 突然やるのでもやりかねんなやりそう <laughs> やりそうっていうのもなんかあれだけど <laughs> いやなんかおでいいおでこだったからとかって言ってやりそうな感じもあるよね <laughs> 酔っ払った勢いでって <laughs> えラジオネームペパロニ担当大臣さん 新庄剛よさんに命名。ブラッシュトゥースーサーティーン。毎日13回歯を磨くからえ毎日13回歯を磨く。から。え <laughs> 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 私サーティーンって自分で読みながら3回やと思ってた、勝手に。あ、3回やったら、まあ多い方っちゃ多い方じゃないですか。朝、夜が普通かな。昼もまあ磨く人いますか 私とか磨きますけど。あ、サーティーンか。13回。ええ、三、三四十人やから、どっかで5回磨いてんのか。朝昼晩の。ええー、まあ確かに歯。でも、えー、新庄さんあれ、刺し歯っていうか、自分の歯じゃない,い,いんじゃないセラミックじゃないだからちゃんと磨くんかな。こう、ステインとかがつかないように。 すごいね。新庄さんと差しでお話しさせてもらったことあるけど、番組でね。いや、なかなかにパンチの効いた方でしたけど、あこの話聞いてへんかったわ。いや、聞きたかったな。いや、すごい。変わっ 変わった方ですよねなんだこいつの結構こっちにおるかもしれん <laughs> 新庄さんは <laughs> 見るたびになんか違うしちょっと最近もうなんだこいつ感が<笑><笑>みんな表レアのテレビの前で新庄さん出る、ね、なんに <laughs> こいつ夜回りするような人じゃないのよいやほんとすごい人なんよすごい人だからこそ何週間回ってもキャラクターみたいになってね思っちゃうわね <laughs> 次行きましょうラジオネーム生の焼き魚さん 桃色クローバー Z の桃田かな子さんに命名。プレゼントレトルト。高校の同級生の結婚祝いにレトルトカレーの詰め合わせをプレゼントしたから。<laughs> いや、なんか、エピソードがあるんでしょその同級生のさ、歴史があるじゃない。その二人にしかわからないさ。あ,あ わかってるから、こう、もうありがとう、みたいな。そのありきたりなものじゃなくてさ、思い出のレトルトカレーみたいなのがあんのよ、きっと。なかったらやばい、もう。なかったらそれもなんだこいつよ、これは。思ったと思うよ、同級生。え、え今レトルトカレーって。なんかね、ね結婚して、その、お家遊びに行った時の手土産とかってわかるよ。ちょっとなんか、手抜きしたい時に使って、とかってわかるけど。 ど、ど、どういう感じで送ったんでしょうね。式場で送ったわけじゃないよね。ど、どうなんでしょうね。結婚祝いだたね。いや、いいと思うけどな。私、別に。昨日聞いた感じやな。なんか、お箸とか、お皿とかやって被るかもしれんと思ったんでしょあの、あ、あの、昨日、ちゃうわ、おとといの、この間の金曜日で全部終わったんですよ。思ったかなこと、ラジオドラマの世界。ね。私の6月全部やらせていただいたんですけれども。アフタートークが、YouTube やったかななんか、 会話したんですよ。ちゃんと普通にトーク。普通のトークが公開されて、ここがやたらと盛り上がりました。めちゃくちゃ盛り上がったんですよ。あんまりお話ししたことなかったんですけど、めっちゃ多分楽しい感じになってるんで、ぜひ聞いてくださいね。アフタートークも。えー、次行きましょう。ラジオネーム。綿菓子のベッドさん。キングプリンス。平野翔さんに命名。ランドリーフルーツドライ。星書きを作るために、 柿を洗濯機にぶち込んで、乾燥機能で柿をカラカラに乾燥させて作ったから。<laughs> なんで一回洗ったのえ洗ったわけじゃないのか。洗わんといきなり乾燥させたってことえ、できんのかなこれ。できるんじゃんえ、これえ、めっちゃ天才じゃないえ、すごいんちゃういや、平野さんね、ちょっとこう、天然みたいなところあるけど、これでめっちゃうまい干し柿できてたら、天才やと思う。 ま洗濯機側のことは知りませんよ。乾燥機側の状態は知らんけど、これ、いやでもそういうホスじゃないよね。天日干しとかやもんな。無理やない。乾燥させたわけちゃうもんな、ちゃんと。え、でも乾燥させてんのえ、これどうなんえ、どうやったんやろもちろん魚とかができるのわかるよ。干物とかは。なんか、かなり水分飛ばさなあかんけど。かききやったけんちゃんえ、これ結果教えてほしいな。 ドライフルーツなったんちゃうえー、さすがにマンゴーとか無理やと思うのでびしゃびしゃになるから。かきけんちゃう <laughs> 無理かな無理か。いや、あ、あ、終わりあ、そう。今日なんか興味深かったわ。ありがとうございます。ウイカネーム今週は以上でございます。皆さんまたいろんな芸能人、有名人のウイカネーム考えて送ってください。お待ちしております。<laughs> この時間はファーストサマーウイカのオールナニッ日本ゼロをお送りしております。 ねライセちゃん2あの佐久間さんのラジオでもおなじみの祖父江さん私は考えすぎちゃって何度かお話しましたけどね祖父江さんがプロデューサーのドラマということでなんか祖父江さんが DM 送ってくれたんですけど「ダリオダリオ」って叫んだ回あったじゃないですかもうあのヘルシーボディ最高ダリオってダリオ氏本人の耳に届いてしまったそうで。<laughs> 認知してくれてました。大流が私のことを認知してくれてました。最高だ。はは,は,は嬉しい。はい。メール紹介しますね。ラジオネーム、愛好変野さん。ジョイマン高木さんのつぶやきで一番好きなのは、6月4日の、雨、豆、です。二 <laughs> 文字で踏むのとか、一番あかんやん。二文字わかんないんだよ、イン。<laughs> ほんまにほんまになんかいそめちゃくちゃ忙しかったかめちゃくちゃやる気がなかったのかめちゃくちゃ考えに考えてここにたどり着いたのかどれかやなしかも私の誕生日の日に「雨豆」雨 <laughs> 素晴らしい次いきましょうラジオネーム「お疲れんコントロティアスさん」この前あこれテーマですねなんだこいつ この前、車でバイトから帰っていると、30分以上後ろに付けてくる車がいました。うわ、怖いね。怖くなってきたからコンビニに入ると、その車も入ってきて、車を横につけられました。すると、車から降りてきたのは高校の時の同級生で、車買ったんだ自慢したくってさと言ってきました。いやいや、事前に連絡するとか他にも方法あったやろと思いました。やべえ つけてこんくてもいいよななんかちょっとこうパパーって鳴らしたりとかなカチカチってやって合図出すとかね <laughs> 30分ずーっとついてきて <laughs> ツーリングみたいな気持ちやったんやろな友達と可愛い,い,い,いけども愛いけどもどうした宮森 <laughs> えウエルこちらもテーマですねシャンソンさん 僕の周りのなんだこいつという人物は、バイト先の後輩の女子です。その人は高3で、これから受験らしいんですが、バイト先の高校生と大学生に、片っ端から電話番号を聞いて交換し、好きになりそうです。今度遊びませんかなどの匂わせメッセージを複数人に送っています。自分も被害を受けました。リアルなんだこいつです。最高。最高 めちゃくちゃいいじゃん。こう、私のおすすめの恋愛の仕方は、一点集中にするとさ、その恋が破れた時に、悲しい、ああ、失恋した、もう立ち直れないって悲しい気持ちになるから、毎回レースにするわけよ。こう、1番、2番、3番って、順位は別にいいんだけど、よーい、スタートつってレース走らせて、誰がゴールにたどり着くかっていうのを、 彼女はやってるんだと思うのね。同時に走らせてるわけ。え、気になってますとか、えー、なんか、なんかちょっと、すごい気が合うなと思って遊びませんかっていうのを複数人にやれば、やっぱ途中で脱落していくやつもいるからさ。一番合理的じゃんいいじゃん。いいと思うよ。別に、複数人とそういう遊びをしたいっていう子じゃないから。一人一人に対しては真摯なのよ。ただそれがレースでこう始まってるだけだからさ。 誰、誰かが一番になるのは一人しかいないから。だからあんまり気にしないで乗っかっちゃっても大丈夫だと思いますよ。大丈夫じゃないかもしれないけど、わかんないけど。え <laughs>、ラジオネーム、青とんぼさん。中3の頃、同じクラスだけどあんまり喋ったことのない友達に映画に誘われて二人でマトリックスリローデッドを見に行きました。僕は普通に楽しかったんですが、彼はどうやら前作を見ていなかったらしく、映画館の、映画館からの帰り道ずっと、 パート2ならパート2って言えやリローデットって意味わからんわお前も俺に忠告せえやって言ってました。なんだこいつ <laughs> めちゃめちゃ可愛い,い。<laughs> めっちゃ切れてるやん。全然わからんかったよな、話 <laughs> いや。見てへんくても楽しめるようになってることが多いねんけどな。 多分こうキャラクターのなんかあれは分からんかったよな。<laughs> マトリックスってでもそんな深い話あったっけ、うん、見たけど私どっちも多分見たけど。なんとなくざっくりで分かったけど。<laughs> まあ確かに中国星やはまあ一理あるぜ。言うた,言うたれ。リローデットな。ラジオネームトリケラトプスさん。僕がなんだこいつと思った人は イチゴは好きだけど、ストロベリーは嫌いと言って出た友人です。その友人曰く、イチゴやイチゴジャムなど、名前にイチゴとつくものは食べられるそうなんですが、ストロベリーパフェやストロベリー味など、名前にストロベリーとつくものは食べられないそうです。<laughs> 僕には日本語か英語かの違いにしか思えないので、変なやつだなと思いました。<laughs> あーこれ何なんでしょうね。こう。 サクランボとチェリーは違う気がするっていうのはわかるのよ。まあチェリー大体アメリカンチェリーを指す気がするから、それの違いはすごくわかるよ。みかんとオレンジが違うのもなんとなくわかるこう。みかんの方がこうちょっと酸っぱさが強くて、オレンジの方がこう大,大味な甘さみたいな。いちごとストロベリーは私分からんわ。ここの違い分からん、確かに。へーいやーす。 何なんやろうな基準聞きたいなでも多分答えられへんと思うね。<laughs> ラジオネーム、トリケラトップス。お、同じや。おお、レンちゃん来てね。 えー、僕の周りにいる、なんだこいつと思ったのは弟です。なんだこいつが多いれな、周りに。実家に住んでいた頃、トイレの扉を開けたら、弟が便座の上にヤンキー座りでしゃがみながら代弁をしていました。独特なうんちスタイルにびっくりしてしまい、思わず、なんだこいつと叫びそうになりました。あー、その和式座りじゃないと出えへんみたいなことなんかな。 私、さすがにこのポーズで用は足しませんが、全部用足した後にもう吹いて、もうジャーって流した後、このポーズで漫画読んでることはあります。なんかこうずっとさ、足下にこうやって下ろしてたらさ、血がさ、下に行って、なんかこうエコノミー症候群ほどではないけど、ちょっとだるくなってくるから、一回上に上げて、うんち座りする。トイレで。それ結構、あるな。わかる。弟と気が合う気がします。 次行きましょう。ラジオネーム、アルミカンさん。え金、ー、プリの平野さんのことの続、続報です。平野さんは柿を洗濯ネットの中にたくさん入れて乾燥機の中に放り込んだそうです。すると、ガラガラと異,異音が変な音が聞こえ、乾燥機の中は柿の皮だらけになっており、 祖母にこっぴどく叱られたと話していま、話されています。星柿になったのかや、味に関しては触れられていませんでしたが、多分失敗していると思います。<laughs> <laughs> ガラガラっていう音がしたってことは、五と入れてるな。多分な、何にも。まあでも本来星柿は五とやるのか。<laughs> なんかでもこう、おばあちゃんに怒られたっていうことはさ、なんかこう、おばあちゃんの家でなのか、おばあちゃんと一緒に住んでたのか <laughs>。なんかし、叱れないなもし私に孫ができたとして、鍵を入れて星鍵作ろうとした、あんな可愛い孫がおったら、なんか何て叱っていいかわからんな可愛い,いね。<laughs> ありがとうございます。ね、さあ失敗してたでしょうね。はい。では、このコーナーに参りましょう。 当庁ファーストサマーウイカ朝から晩まで呼吸するようにエロいことを言っている女、ファーストサマーウイカ。そんな私のエロい発言を盗み聞きしたつもりで送っていただくコーナーです。早速紹介しましょう。ラジオネーム、ラムさん。手こきだけで言っちゃって落ち込む男性をウイカさんが励ましていました。よっ !5G 対応チンコ 早 <laughs> いっていうことですねシュってつながる <laughs> これでも嬉しいんちゃうなんかこうギンギンに立ってる感じもあるしね電波当たってるよっていうのもあってとてもいいんじゃないですかなんかこんな気の利いたねセフレやったら手放さないねラジオネーム雨職人さんウイカさんが月9を見ながら言っていました え、月9なんえ、月9なんまあ、イラマチオとイマラチオくらいどっちでもいいけどな。月9っていう人もいるのか。なんか、業界っぽいよね。月あ、関西弁かな。月9。月9。確かに、通発音するの珍しいね。月9って、なるよね、普通。私は月9って言うかな。イラマチオとイマラチオは、 どっちかなって毎回、一回調べへん <laughs> で、例えば、どっち検索しても出てくんのよ。その間違いの方で、こう、通っちゃってる作品も多分いっぱいあるんだよね。まあ、どっちにしても苦しいからよくないと思うな。うん。<laughs> 知らんけどな。知らんけどな。<laughs> 3回目。<laughs> 3回目今日3つ目。知らんけどな。私は知らんけどな。え、ラジオネーム、大入袋さん。 ガキ大将のジャウイアンがセフレに向かって言っていました。ちょっとこれ、スワニー来て言ってくれるのかな <laughs> 絶対あかんか。<laughs> 絶対あかんな、スワニー。スワニーがあの、ヒポノシスマイク寄りで言ってくれたらいいんじゃない<は>なんか。 ラップに乗せたりとかしたらギリいけんじゃない無理どっちからも怒られる <laughs> そうか。体の友よ。確かに心の友があるんだったら体の友があってもいいわけよね。ほんまや。なんかありがとう。いい、いいメールでしたわ。ラジオネーム、リアルサマーファンさん。松本ウィトシさんが、質の悪いローションに怒っていました。 滑らんな。<laughs> 質の悪いローションって。すみません、ローションまみれにしてすみませんでした。マスモさん、すみませんでした。次 <laughs>、うん、は次行きましょう。藤原モスマブラ参戦さん。ウイカさんが芸能人を検索すると必ず出てくるサイトを運営していました。年齢は？出身大学は？ 彼女はいる好きな隊位はフェラチオよりシックスナイハって本当 <laughs> <laughs> 藤原本島村参戦さすがやねこの全ネット利用国民が思っていたこのサイトは何誰がやってんの同じようなサイトいっぱいあって 半分くらい間違っとる。びっくりする。でもこれ、だから私がね、こういう表に出る仕事をしているから、うわ、全然ちゃうこと書いとるわって、いわゆる答え合わせができてるけど、大半の人がそれを、ほぼ、んか一時まとめサイトってあったやんか、それがなくなってさ、今これがさ、かなり、こう、ね、はびこっておりますけれども、これもみんな半分に考えて、半分やと思って見てるよね。 リキでさえ間違ってる時あるからさ、これ、マジでやばいと思うよ。ほんと。寝ながら書いてると思うし。なんか。で、それを、そのサイトを見て、さらに、また聞きみたいな感じで、そのサイトを運営してるやつはおるやろ <laughs> 気ぃつけて、あそこにほんと正しい情報はもうわ、わずかしかないからね。<laughs> でも、このサイトは、 作る価値あるかもしれないね。このタレントさんの好きなタイは <laughs> いいと思います。ぜひやってみてください、誰か <laughs>。消されても知りませんけれども。え今週は以上ですかありがとうございます。盗聴のコーナーもいいですね。最近ちょっとね、フルでコーナーできなかったんでね、2週間ぶりですか。ちょっと腕がなってしまいました。私も楽しかったです。また送ってください。 じゃあ今日はねなんかすごいジョイマンさんのいい話をね私呼んでしまったんでこうふとなんか人生について考えましたんでこの曲を選びました吉田拓郎さんで「今日までそして明日から」放送これ聞くと「しんちゃん」で多分かかってたんじゃないかな。 うーん、いい歌だなこの時間に聞くと染みますなえ、メール、読みますね。<laughs> え、ラジオネーム、大塚連コントローティーヤさん。高木さんのツイートで一番、えって思ったのは、すぐにメモ、まみむメモです。その前は、過去近くを書きくけこうとツイートしていたのですが、さすがにこれは、 手,手を手を抜きすぎな気がします。<laughs> ほんまやな。ほほメモとか踏むっていうかまんまやしな。なるほどな。でも毎日踏まなあかんのも大変やな。もうちょっと固めのいいんでほしい時もあるな。5文字全部踏むみたいなね。それは待ってちょっとちゃうんかな？ え、ラジオネーム、東北自動車道さん。ジョイマン高木さんは先日、花台さんと千鳥くんという番組に出演されていたんですが、その告知ツイートで、15日火曜、フジテレビ、22時半から,から、塩辛とツイートされていて、思わず笑ってしまいました。告知でもちゃんと踏むんや。でも、からっていうの、塩辛か。22時半から塩辛。いや、大変やな。普通のツイートできひんもんね。全部踏まなあかんねんもんな。 ジョイマン高木さんのつぶやきで一番好きなのは5月17日のベートーベン剣弁です。<laughs> ラジオネーム愛好変やさん。<laughs> ベートーベン剣弁。<laughs> そっか、ちょっと長め短めっていうので踏まなあかんっていうのがジョイマンラップだね。確かに。ラジオネーム怪盗ソルトさん。 リコーダーの妖精さんは24時間で1万5000円稼ぐことを目標として街を練り歩いているそうで。え現在に至るまでに200万円以上もチップを稼いでいるそうです。マジでえその稼いだお金も全て寄付しているようで、なんだこいつと思わせながらもすごく素敵な方なんだなと思いました。ええどどえええええ <laughs> 1> 1万 5, 円を稼ぐそれはこう占ったりすることで当たってたありがとうっていうので、まあ、チップを渡しおひんねりみたいな感じで渡してそれを全部寄付してんのわあ<ス>本当とに妖精っていうかさえ 私やっぱ払わなかったからなんかすごい微妙な顔してたのよ。あ、ないんだっていう、あれか、ただ働きみたいなことになっちゃってたのかな。すいません。あ、そうなんだ。知らなかったよ。でも別に手出されたりもしないしね。なんかお気持ちでくれる人があればそれを、あ、すごいな何財団とか、どこに寄付してるんだろう。ねえ。え、すごいですね。ちょっとこれは私が勉強が足りませんでした。 はあ、すごいみんな、理由があるんだないやあ、ありがとう。性格の悪い遊び。リスナーの皆さんが密かに楽しんでいる、性格の悪い遊びを教えていただきます。では、早速紹介していきましょう。ラジオネーム、けぬきちさん。 私の父は母に怒られた後、母がその場を離れた瞬間に、ボソボソと文句を言ったり、母の背に向かって変顔をしたりします。私はその時、母に聞こえるように、えなんてもう一回言ってえなんでそんな顔してんのどうしたと、でかい声で父に向かって言う。 という遊びをずっとやっています当然父はまた母に怒られるんですがその様子を私はニヤニヤしながら見ています高,高尚な遊び <laughs> 父も子供ですねなんか <laughs> 父とは思えないお母さんに怒られてる時点であれやし怒られた後に くそな、まずいな言われて、とか、なんかぼそぼそって言ってんでしょそれを、えなになんでお父さん何なんか言ってるとか言って、言ってまた、ママが、<laughs> え何何言ってんのもうそういうこと言うからとか言ってまた怒られるでしょ永遠にそれループで続くんでしょ仲良しか。<laughs> 悪いですねで。次行きましょう。ラジオネーム、ゆったんさん。友達に行列のできる人気のカフェなどに誘われたとき、 並ぶのがめんどくさいので、集合時間の直前に、ごめん、電車が遅れてて、先に並んでて、と連絡し、友達が店に入り、先に中入ってるね、と帰ってきてから、その場に行きます。だいたい集合時間に家を出れば、ちょうどいい時間になります。最低。<laughs> 性格の悪い遊びっていうかもう、性格の悪さがもう、 突出しとるよ、これは。いかがなものか。えこれバレてると思うで多分。電車が遅れてるのってすぐバレるからなほんまかどうか。それこそ千葉からさ、と、と、都内のさ、中心に来るとかなったらさ、あるかもしれんけどさ、気つけや。 毎回ちゃう理由言ってるやろ。ちょっとトイレに行かなきゃいけなくて、とか、お財布忘れて取りに帰っちゃった、とか。ほんま、足りひんよ、なるで。言った二21歳。痛い目見るぞ。気ぃつけや。友達なくすぞ。ほどほどにせえよ。わかるけどな。笑顔にせえよ。しつく言うぞ。やめとけよ。 今日早かったなぁ。あっという間にお別れのお時間です。ラジコのタイムフリーで、もう一度聞くことできますんでね。ぜひシェアしながら、もう一回聞いてください。レジオネーム、千葉ら木小道さん。ウイカさん、次回のスペシャルウィークは、ジョイマン高木さんと、木村すばさんを呼んで、インが乱れ飛ぶ、え、インランラジオをやってほしいです。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっと、ラップって言っても、世界広いはずやから、ちょっと、どうなんやろう。でも、確かに、2人の応酬はみたいかもしれない。七七っ。っていうのがなくてもいけんのかな、フリースタイルいけんのかな、高木さん <laughs>、どうなんでしょう。<laughs> ラジオネーム、千原小僧さん。えー、っと、おいかさん、冒頭で、不能姉妹の話をしていましたが、以前話題になったおいかさん、木村昴さん、 DJ 松永さんとのユニット、腰フローはどうなりましたか <laughs> 腰フローね。これ前、スバニーと、あのー、100日間生きたワニの、あれで会った時に腰フローの話もね、なんかしたんですよ。なんかいつかできたらいいですね、みたいな。いや、勝手にね、勝手に私が押し付けたんですけど。いやー、確かに、 まずでも、スバニーともうちょっとなんかコミュニケーション取りたいな。映画の時に軽く話したけど、まだ同い年やしさ。ね、そこもちょっと広がり持ちたいな。なんかヒップホップ系の人と繋がり持つタイプまあつな、永が高木さん。スバ <laughs>、スバニー。<laughs> そこに高木さん入ってきたけど。ヒップホップで、ね、いいのかなラップとヒップホップはまた話し違うかもしれませんけどもね。いや、いいですね。 いやあ、もう、あっという間でしたけれども、腰振ろうか。できたらいいね。ちょっと練習しとこうかな <laughs>。いやあ、この後、4時30分からは、上柳正彦さんの朝ボラ系お送りしますし、ミクチャではアフタートークもありますよ。賢者モードでね、皆さんからのお悩み相談を受けて立とうではないかというコーナーでございますよ。なんかメール読みます なんかいいのありましたじゃあラストね。えー、ソラテ天狗さんから。リスナーの指を舐めるという一文で足の指を連想するウイカさんが一番なんだこいつでした。<laughs> 確かに今日は私喋りながら、私なんだこいつ状態やなって思った。<laughs> ごめんいや。夜中のテンションとかじゃなくて、やっぱ物の取り方って人によって違うよねっていうことよね。なんから机の角にしろ。うん。何にしろね。 足いや、指を舐めるって言ったらさ、手の指じゃないのよ。どうかなウラナギさんは指を舐めるって言ったら、どっちの指を想像するかなちょっと聞きたいなと思います。はい。ここまでのお相手はファーストサマーウイカでした。バイバーイ。